はぁ、エコネこんばんは、ハルケです。今回は88プラスウィンターワイルドカード FC バーサスまたは TOTY 特別賞選手ピックを聞いていきたいなと思います。オベラ88以上のウィンターワイルドカード FC バーサス TOTY 特別賞の選手3名のうち1名が獲得できるピックになってます。ヒーローだったりアイコンの選手は含まれていないということになってますね。SBC の価格としてはですね、84、85とこの2つで合計8万5000コインぐらいで作ることができます。それではこちらの SBC を解いてきます。はい、作れましたんで送信をしていきます。まあ、結構いけそうなピックではありますよね。多分これなんかあったんちゃうかな、そろそろっていう感じはしてます。88プラスにもなってるからね。しかもピックだから、結構ね値段もそんなに高くもなくピックかっていう風な感じで、で一応まあ当たり選手はこちらになってます。まあ特にこの10名という風なことでネイマールだったりとか、あとはロナウド、ファンダイク、サラー、ビニシウス、ラッシュっていう風な感じで、まあロドリは自分的にはあまりいらないんですけど、まあ値段が高い選手という風なことで、まあ当たりにはなってきますね。まあネイマールかな、やっぱりネイマが一番大当たりで、ダイク、まあビニ、ロナウド、ラッシュも、まあラッシュもめちゃくちゃ当たりよね。でサラーもめっちゃ当たりだし、欲しいねここら辺ね。ただやっぱり88と高くはなりましたが、まあもともとイベント選手で強化された選手たちばかりなんで、対象は多分多いと、いう風な感じですね。でもね、いけんちゃうかなって思いますけどね。なんかね、このピック、今回、なんかいける気がします。なんかわかんないけど、ちょっと自信がね、ありますんで。ネイマール。まあ、ここに映ってる選手かな。10名。誰か。まあ10枚のカード。誰か。引きたい、そういう風に思っております。言いましょう、3名のうちから出てきます。3名のうち1名という風な形。88プラスウィンターワールドカード FC VS TOTY 特別賞です。3名から1名どうだ。今回はマジでなんかいけんちゃうかっていう、ほらエンクンくん、hopeless solution.